フリードリヒ・クリスティアン・アントン、フリッツ・ラングは、オーストリア出身の映画監督。父母共にカトリックだが、母は、ユダヤ教からの回収者だった。トレードマークの片眼鏡でも知られる。第一次世界大戦後、映画脚本家として、映画会社に売り込みをかけていた。そこを、ドイツの大手映画会社ウーファのプロデューサーである、エーリッヒ・ポマーの目に留まり、映画界入り。 当時売れっ子監督だった、ヨうえまの助監督を経た後、ホルプブルートで監督デビュー。1920年の、カリガリ博士は、ラングが監督を担当するはずだったが、脚本の開講だけを担当することになる。以後、大長編の犯罪映画、ドクトルマブゼ、SF 映画の古典的対策、メトロポリス、トーキー初期のサスペンス映画、M など、 脚本家である夫人テアフォン・ハルボーとのコンビで、サイレントから、トーキー初期のドイツ映画を代表する作品を手がけた。アドルフ・ヒトラーの政権が成立すると、ユダヤ人であるラングの立場は、危険なものになった。だが、ナチスの宣伝大臣、ヨーゼフ・ゲッペルスは、ラングの才能を評価し、還元を漏して、亡命を阻止しようとした。そんな中、ま一発で1934年に、 フランスへ亡命し、さらにアメリカ合衆国に渡った。この際、ナチスの支持者となったハルボーとは離婚している。ただし、以上のことは本人の言い分で、最近の研究ではむしろラングの側からゲッペルスに売り込みを図って映画作家としての延命を図っていたとも言う。ハリウッドに迎えられた後には、ジャンルを選ばず B 級のプログラムピクチャーを多く撮ったが、激怒。 暗黒外のダンコン、ベルトルトブレヒトの協力で制作した、死刑執行人もまた死す、飾り窓の女など、フィルムノワールの系統を、主とした、いくつかの作品を残した。1950年代以末に、西ドイツへ戻り、自作のリメイク、怪人マブゼ博士を撮ったが、これが、最後の作品となった。1965年には、ジャンリュック・ゴダールの混成を受け、 彼の監督作品、軽別に、自身の役で特別出演している。晩年はアメリカで過ごした。1976年8月2日、病気療養していたロサンゼルス市内で死去。86歳、フリッツ・ラング、ガツ世界の女のセットにて、ありがとうございます。